はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。気球を手に入れて、でこの断崖絶壁のところですね、周りが山に囲まれたところの中央の、木のところに、来たところになりますので、入っていきましょう。まあちょっとお話を聞きながら行きます。あら、この村に人間がやってくるなんて珍しいよね。ここはエルフの里よと。エルフの里みたいですね。コンコン、この村にある大木は世界樹だよと。にゃん、世界樹の木陰は涼しくて気持ちいいにゃん。これなんか魔物じゃねえかこいつ。近頃世界樹にも魔物たちが住み着き出しての物騒な世の中じゃわいって。お前も魔物だろ、どう考えても。いや、こいつ何を言ってんだ一体。この木の上には多くの世界樹の葉が茂っています。世界樹の葉を持っていればきっと役に立つことでしょう。他情報をくれそうな人。ゲー、裏側に回って外に出てしまった。何かしら木の上の方から声が聞こえるわ。私たちエルフはとっても耳がいいのよ。どうやら助けを求めてるみたい。でももし助けに来るなら3人で来てって聞こえるわ。一度町の外に出て並び替えて3人だけで決定してはどうかしら。そんなこと上で叫んでんの？3人で来てって。いっぱいで来たっていいじゃん、別に4人だろうが5人だろうがさ。ボーグ、水の羽衣と力の盾か。結構貴重なのが売ってんな。水の羽衣欲しいね。1万7000円持ってるんで。マーニャは防御力が下がるけど、ミニアは防御力が上がるね。何飛びしてんだっけ、魔法の方位か。マーニャはね、今あのマジカルスカート装備してるんで、こっちの方が強いですね。じゃあちょっとミニア水の羽衣にしよう。吹雪系を軽減してくれそう。魔法の方位は多分呪文を軽減してくれるけど、まあ水の羽衣でいっか。じゃあこの世界樹に、行きますと。これどっちだ、適当に。マヒャドフライとか、マヒャド唱えてくんのかな。3人戦で必勝。まずアリーナ一発で倒せるし、よし、いいね。本当にマヒャド唱えてきた、名前の通り。火力は高いからね。どうしようかな、また例によって薬草を1回ずつ使うか。が少しヒットポイントが低いのか。まあ魔法系だしね。ここ回転できるね。でね、ここ足元を調べると世界樹の葉が落っこってるんで、常に世界樹の葉は補充できますね。まあ1枚しか持ってないんで。しかし世界樹の葉は抜けなかった。宝箱、これは祝福の杖。ちょっと何の効果があるのかよくわかんないけど、戦いの時使うと相手のヒットポイントを回復する。アリーナに持たしとくか。これなんでいけんのかいけねえのかよくわかんねえな。グリーンドラゴン、しかし一体であればアリーナの一撃、正確には2発。これ落ちるでしょ、だって踏み外したら。ここは宝箱か。じゃあちょっと逆サイへ行こう。宝箱は回収できたのはいいかな。祝福の杖も貴重なアイテムっぽいからね。上と下両方いけそうだったね。落ちる、ちなみに本当にちょっと分かんないけど、落ちるつもりはない。いや、ミネアの火力が高いっていうのもだいぶ助かるな。上もちょっと見ておきたい。こっち側アンクルホーン一体、こうか。キャンダルコ、当たり前だけどマヒャドの方が強いね。やっぱな、3人でかからないとアンクルホーンは倒せないか。また薬草、キャタルコ分くらいは回復できそうかな。
え、いや、なんかどっちもどっちだな。あ、いけないか、いけないっていうか落ちない、行き止まりっぽいし、このパターンか。ちょっと攻撃変えよう。こんな感じで結局残るね。どうあがこうが残る。下か。まあ、死んだとしても最悪蘇らせることはできるから。マヒャドフライなんて、マヒャド使わなきゃただのハエだからな。で階段上行きましょう。んー、どっちも行けるな。広い。メタパニバッタ、こいつらさ、ここに住んでてさ落ちないのかね。これだけ広い木だと落ちないのか。やっぱ世界樹の葉を食って生きてんのかね。結構贅沢だな。長生きしそう。レッドサイクロン、こいつの攻撃かっこいいはかっこいいんだよね。なんか切り裂く感じが。アリーナまだ回復しなくていいか。宝箱なさそうだったかな。まあ上に行きましょう。これ何、どういう原理なの。葉っぱしかないよね。枝の上をさ歩いてるとかならまだわかるけどさ、葉っぱの上歩くって足踏み外しそう。ここら辺はね木が生えてるからねいいけど。全員一発で出せるかな。ファミニア火力高くなったとはいえアリーナの一発分だからね。アリーナの火力が高すぎるんだよな。もうベホマ使おう。え、なんであんなとこに階段があんの。どういう原理。あれ、こっちにも階段がある。グリーンドラゴンってさ一応ドラゴンでしょ。ゲット空気とか、あ、キアリーは持ってるからいいんだけど、ドラゴンがこんなところをうろついてたらさ枝バッキバキに折れんじゃない。ちょっとこの階段気になる。ゲッ、え、いけない？階段から来るって感じか。いや、ちょっと待って、アンクトコーン倒しておきたいな。こうだな。こうこうこう。攻撃は食らったけど、よし、ここで一ターンで肩がつく。というか、会心が出たし。上の階段を登っていきますか。階段で登ってくんだね今思ったら。なんかこう木をさ登っていく感じじゃなくて階段が用意されてる。ああ、お願い助けて。どうかどうかお助けください。私はルーシア、天空より世界樹の葉を摘みに舞い降りてきた。魔物たちに襲われ翼を折られてしまいました。私を天空のお城まで連れ戻してはくれませんか。まあ行きましょう。まあ連れて行ってくださるのですね。天空への塔に入るには全ての天空の武器防具を手に入れなければなりません。私には分かります。天空の剣はこの木のどこかすぐ近くに眠っているようです。さあ参りましょう。結構元気じゃん、まあ、ルーシアはね女性なんで普通に使っていきましょう。ルーシアって動かせたっけ。 NPC だから動かせないかな。NPC キャラ全然使ってないからな。みんな仲間になって即死んでったから。あ、レベルがハテナになってんな。あ、無理だ。勝手に動くけど、ルカなんとか。いらね、結構こいつバギクロス唱えてくんのかよ。ルシア死にそうなんだけど。しかし攻撃あるのみ。
ベホマ。レベルアップ。おー、バギクロス覚えた。これルーシアさ、ベホマ使える？お、使える。回復役として活躍してもらおう。156しかないのかよ。ちょっと敵の数が多いな。マヒアドフライは厄介だな。レッドサイクロンもなんだかんだでバギクロス捕まえてくるからな。痛い。60とか食らうんだ。てかルーシアって何装備してんの今。斧みたいな感じの攻撃じゃなかった？ちょっと見てみよう。え、ないないない、ちょっと待って、ってみた。あ、離力の杖か。離力の杖と水の羽衣を装備してますね。ルーシア何これ、なんか若干おばさんチックな顔に見えるんだけど、ドットがちょっと荒いかな。やばい、ヒットポイントが結構きついな。離力の杖ってさ、上から下になんか切りつける感じになってるんだ。満タンしよう、めんどくせえし。さて、あー、ここに天空壺置いてあんじゃん普通に。なんなのこれ。ここにいる魔物たちはどう思ってんだろうな。この天空の杖どっかに隠しといた方がいいとかさ、そういう発想にはなんないのかな。地面に、地面じゃねえしそもそも。葉っぱだろ。地面に突き立てられた剣を調べた。アリーナ、天空の剣を手に入れた。てか、俺はもうあれか、持ち物いっぱいか。それはまさしく天空の剣、ミカミックさん、ありがとうございます。これで私も天空の城に帰れますわ。しかし羽を折られていて空を飛ぶことができません。どうか私を天空のお城まで連れてっていただけますか。さっき連れてくって言ったじゃん。天空のお城や天空の塔から行けるはず。そして天空の塔へ入るには全ての天空の武器防具を手に入れなければならない。とかって何？お前知らないのか。なんで噂話程度なの。ちょっと道具整理します。なんかいらないのいっぱいあんな。氷の刃とかもういらないっしょ。預けとこう。モンスター図鑑、滝の砂は持っておこう。天罰の杖も一緒。もう魔封じの杖もいらない。で、一応ね、天空の剣手に入れたはいいんですけど弱いんすよ。まあ持たしておこう。装備はしない。まだ真の力を発揮してないんで。で、そうすると1個宝箱があったところ、あそこが気になるんすよね。げっ、これバギクロス4連発されたら全滅の恐れがある。全然誰もバギクロス使ってこなかった。優しい、優しいけど地味に食らう。おお、55。なんでルカなんだろう。ルーシアの思考回路が分かんない。君はただベホマタンクとして役立ってくれればいいんだよ。ミネアが死にそうだったのに。まあ、マジックパワーは結構豊富にある。落ちないか。あ、落ちないね。どこだ。かわされた、こんな巨体に。あれ、何こいつ、ちょっと回避率高い。下の方から。いや、この階じゃないのか。しかも敵の出現率ちょっと高いんだけど。オーガ、こんな鉄球持ってさ、木の上よく動くよな。けっ、150とか痛すぎる。そしてなんでルーシアは今右のやつを攻撃したんだ。あまり頭は良くないな。いや、ダメだ、あの宝箱が気になるから歩いて帰ろう。
王が気づいてない。めっちゃこっち見てるけどね、鉄球持ちながら。いや出現率高いわ本当に。うん、やっぱりあれだね、回避されるね。しかも3人毒ってるし、いやかわされるマジで。アリーナはなぜかかわされない。素早さが影響してんのか。走りトカゲとか、ちょっと待って、こいつこっち、主人公キアリあったっけ。いやー覚えてないってことはミネアしかダメか。一回降りて、で下だから、この一個下から登ってくるのか。レッドサイクロン、ルーシアが意外に減ってんな。で1個下に降りて、この階層だな、この階層の下の方から多分階段で登っていくんだと思うけど、あれだ、どうやって行くんだ。マヒアドフライ先手で3人は倒せる。身を守っているってとうとうやることがなくなったか。とりあえずベホマ唱えててくれればいいのに。なんかすぐ行けそうだな。おお、かわした。ミカミックス31。ここに階段があるでしょ。でしたすぐ行けたじゃん。おー、で宝箱か。オッケーオッケー。ああ世界中の雫か、悪くないね。そうするともうここは宝箱回収したかな。全部リレミトで出れんの。リレミトで出るんだ。でですね、多分ね、多分なんだけど、これ世界中の葉を棺桶に突っ込んで、トルネコで、ルーシアはさすがにいらないから、マーニャにする。ちょっと待って、1234、 OK。 これでもう一回取れるかな、世界中の歯。要は今この状況だと世界樹の葉を誰も持っていないっていう判定になれば取れるはず。なってなければ取れない。どうだ、取れたー、やったー。これでちょっと世界樹の葉を量産しとこう。まあ歩いて帰るかリレミトで帰るか、どっちがいいかは分かんないけど。要はね、ミネアがねザオリック覚えないからね、ちょっとね世界樹の葉1枚だけっていうのはねやっぱり不安があるんですよね。ちょっとお前はもう世界樹の葉世界樹の葉入れになってもらう。トルネコ死してなお役に立ってるぞ。お前は勝手に生き返ったりしたらやだな。棺桶に入れた瞬間世界樹の葉の効果が出てトルネコは生き返った。ただまた殺すだけだけど、まあ、3枚あればいいか。とりあえず3枚あればこうやってね世界樹の葉が増殖できるんで、まあ、手持ちはじゃあ2枚持っておきますか。ちょミネアに1個持たせよう。あとは主人公が1個持ってて、まあ、それでいいかな。本当は全員にね1枚ずつ持たせたいんだけど、世界樹の葉の量産体制はちょっと裏方でやっておきましょう。
って次は天空のね塔に向かえとおっしゃっておりますので、ちょっとここへ行きます。ここも全部囲まれたところになるのでおりますと。でそうするとまたちょっと別の開けた世界が広がってますねと。王がここにも生息してんのか。あ、前に普通に攻撃しちゃったよ。もう攻撃でいいでしょう。であそこに洞窟が見えます。げ、八つ咲きアニマルとかなんかいろんなの出てきたな。ブラックマージとかなんかもうザラキ系唱えられると鬱陶しいからな。メラミだな。敵一体に対してはメラミ。いや攻撃とほぼ変わんないわミネアの。そうするとメラゾーマが欲しくなってくんだよな。一応攻撃でやもう。で街が見えましたので入りましょう。ここは天空に一番近い町ゴッドサイド。旅する者よ、汝は天空を目指すのか。それともここは教会でしょ。あれここなんだ。普通の家だった。ここは天空に一番近い島、しかしまた闇の世界にも近いのです。この島の北西には人を誰も寄せつけぬ深き深き洞窟があります。そしてその洞窟に入れるのは魔族と天空人のみ。言い伝えはそう語っています。やったー、小さなメダル。ちょっと本読んでみる。神の教え、予言、世界の神話についての本が並べられている。それだけか。あれこいつ話したっけ。出会いと別れ、生と死、絶望と希望、すべては神の導き。恐れずに進みなさい。神はいつでもあなたを見つめているのです。やだな。いつも見られてんのか。タンスとか漁ったりしてるからね。決していいことばっかりしてるわけじゃないから。だって人んちのさ、探査漁るとか完全犯罪でしょ。ここなんだ。大変なことになってしもうた。デスピサロという魔族の者がついに進化の秘宝を完成させたそうじゃ。噂によればデスピサロは地の底深くに潜り秘宝を使い始めたと聞きます。誰がそんな噂してんの。噂に聞いたところってさ、そんな噂どっから流れんのよ。遠い昔に禁じられた進化の秘宝。ああ、なんてことでしょう。もし黄金の腕輪を使えば進化の秘宝は昔のものよりさらに恐ろしいものになるのです。私にはわかります。デスピサロの心にあるのはもはや憎しみのみ。早く止めなければデスピサロが凄まじく邪悪なものに進化を遂げる前に。偉そうなやつがいるな。私は神の声を聞く者、エスタークが蘇りそれを勇者が倒すという予言を聞いたのも私。すべては神の予言通り。そう、そなたがこのゴッドサイドへ来ることも。しかしエスタークが倒された後のことは全く何も聞こえぬ。王天空の神を一体どうしたというのですか。肝心な時におめえ役に立たねえな。なんか完全後出しだよね。お、エスタークを倒した人たちが来たからそう言おうって言って、後のことは知らんみたいな。後からだったら何とでも言えるかんね。辞書が並べられている。本はない。そこで寝ているお人は不思議なことに空から落っこってきたんじゃ。落っこってきてお前生きてんのか。オーミカミックス、あなたが来るのを待っていました。一刻も早く竜の神様にお会いください。このままでは世界は本当に滅びてしまうでしょう。何しに降りてきたのこいつ。まあそこでお前は寝ててくれ。ここにも防具屋があるね。そりゃエンドールにもすげえ防具売ってたよね。はぐれメタルの鎧とか。ここは何が、あ、刃の鎧売ってんじゃん。刃の鎧ってでもねそんなに強くないんだよね。ただ刃の鎧ってさ、メタルスライムとかに攻撃された時も攻撃返すんで、それに関してはねちょっと役立つんだよね実は。まあただ買わないけど結構高いしね。はぐれメタルの鎧ちょっと1個買っておきたいな。たとえ天空への塔に登っても誰もが天空に行けるとは限りません。古い書物によれば天空の武器と防具全てを手に入れた者にだけその資格がある。この島のどこかに天空に通じる塔があると聞いた。この人たちはみんな噂ばっかだな。ここは宿屋か。でここは深い嘆きはやがてその者の心を闇に染めます。けれどこの世に
生まれ落ちた時は誰もが光に包まれていたのです。地獄から復活したエスタークは予言通り勇者によって倒されたそうです。しかし今まさに第二のエスタークが生まれようとしている。あ、これさっきの偉そう軍団か。こういう角度にしておこう。角度変えると分かんないからね。で、宿屋。うわ、タンスがない。寝ておこう。じゃあここはこんなもんかな。情報収集的なものは。うん、そうだね。じゃあちょっと一回外に出て、で、あそこに祠が見えるんでちょっと行ってみましょう。八つ咲きアニマル。いや、もうアリーナが強すぎる。こいつ2回攻撃だ。え、倒せないのか。おとなしくマーニャ。メラ見つかっとけばよかった。地獄の門番。見た目だけは強そう。ベギラモンつこう。いいね。すげー、メラミ。敵のメラミそんなに強くない。70くらい食らうかなって思ったら結構普通の敵の経験値も高くなってきたな。じゃあちょっとこのホコラ行く前に敵が出た。うおほほほ、メタルキング。俺聖水持ってねえわ。アリーナの会心の一撃に全てがかかっている。ってかマーニャさ、ドラゴナムどうなの。よし、ベギラも捉えた。よし、ベギラも捉えた。一体倒したい。確実に一体倒したい。会心無理か。激しい炎はいい。爪で攻撃してほしいんだよね。あ、メタルキングの剣じゃなくてハグレメタルの剣持ってるから。いや無理か。うわー、 B だけでも倒したかったな。聖水持ってれば結構いけた。ミネア攻撃した方がいいかもね。そうするとで、なんかよくわかんない祠に来ましたと。こうエレベーターみたいな、いきなり乗っちゃったけど、どこへ連れて行かれる。いや一気に下まで行ったな。あ、階段がある。これすげえトラップだ。階段で降りてこいってこと。ちょっと上げとこう。どうせこの階段に入んないといけないんでしょ。おとなしく歩いていきますよ。どうしてこんな設計にしたのこの祠を作った人、設計士っていうのかちょっと分かんないけど、割と欠陥品なんじゃないか。別に隠してるわけでもないよね。だってもうすぐ見えるしさ。あれ2階、え、2階で降りられた。え、この宝箱欲しいんだけど。普通にちょっとまずは下に行きましょう。で、宝箱、女神の指輪。え、何女神の指輪って。歩くごとに少しずつヒットポイントじゃなくてマジックパワー回復か。どうなんだろう。悪くはなさそうだけどな。今のところマジックパワーが枯渇するっていう事態に陥らないからね。マーニャも毎回魔法唱えてるけど。どういうこと。あ、わかった。これ一回下ろすんだ。下に下ろして、で、階段で戻って、こう天井から2階の階段に行くっていうこと。違う？いや、なんか違うっぽいな。ちょっとこれで1回上に行きましょう。ああ、ほらほらほら、来てるよ。え、来てるけど、なんなの？行けなくない？そもそもここに。あ、落ちればいいの？これで落ちて乗ってこうか。なるほどなるほど。で、なんか謎のものを手に入れた。バロンの角笛。これバロンの角笛についてさ、誰か説明してくれる人いないの。エレベーターで帰るか。
まあ一応ネタバレ的な感じしちゃうと、なんか最後馬車が離れたところに出るんだけど馬車を呼べるっていう。ただ馬車呼んだところで棺桶しか入ってないからいらないんだよね。まあ、世界樹の葉はもう基本全部道具袋に入れるつもりなんで。さてまあそんな感じでここの祠は一応これで終わり。あとは天空の塔をちょっと探し出しましょう。しまった、マーニャまた攻撃散った。マーニャなんかもう一人だけガンガン行こうぜにしとこうかな。でマジックパワーを大量に消耗するようだったらちょっと女神の指輪を装備させて、ちょっとマーニャだけガンガンにして、あと3人攻撃。ベギラゴンいいね、一体でもベギラゴンを使う。さすがガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜっていうかガンガン行くわよなんだけど。ここはただメタルキングが出ることが分かったからな。出現率はどうだろうね、そこまですげえ高いっていう感じはしない。地獄の門番から先に倒すか。いやアリーナだけ倒せない。いいね、こういう時にいいよな。ベギラゴン相手の魔法もだいぶ火力が高いな。メラミなぜか敵の呪文は火力が低いっていう謎現象だけどね。2000超えるし。あった、発見、これが天空への塔ですね。というわけでじゃあ今回はこれで、終了して、次回はこの天空の塔を登っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。